皆さんこんにちは、しょうまにです。今回紹介するトミカはこちら、トミカナンバー151番、ドリームトミカ MF ゴーストトヨタ 86GT です。ボディカラーは赤になりますね。で、アクションギミックはサスペンションとサイド開閉になります。で、材質表示はこちらに書いてあります。メインドインベトナム製になります。あと、ちゃんと許可を得ましたという、まあ、マークですかね。それでは開封していきます。パカリ取り出します。じゃじゃーんと、あとは入ってないですね。じゃんじゃんじゃんじゃーん、おーかっこいい。ではまず全体を見ていきます。しっかり加工されてますね。で、サスペンションしっかり効いてます。それでは詳しく見ていきましょう。まずホイールはワイドタイヤですね。レーシング仕様のホイールになります。で、しっかりドアノブもありますね。ドアにはでかく86と数字が書かれてますね。で、これはシールではなくタンポン印刷になってます。ここには86のロゴマークが書かれています。それではドアを開閉します。ガシャーン。中を覗いてみます。ハンドルやギア、そしてシートにはしっかり模様がありますね。後ろの座席はこんな感じです。まあ、少し見えにくいですけども、まあ、ご了承ください。で、前はこんな感じになってます。この部分も担保印刷になってますね。シールではありません。で、フロントグリルですね。フロントグリルは、艶消しになってます。かなり模様も、この網の模様もリアルですね。そしてヘッドライトは銀色の塗装で塗られています。で、フロント部分にはトヨタのロゴマーク、エンベルマが書かれています。で、ルームミラーもありますね。で、反対側のサスペンションもしっかり効いてます。ガシャーン。
で、後ろですね。ブレーキランプは銀色の塗装に赤とオレンジですねが塗られていますね。まあこれがブレーキランプで、これがウインカーですかね。で、後ろの真ん中の部分にもトヨタのロゴマーク、エンベルムが書かれています。サスペンションしっかり効いてます。で、走りはこんな感じです。というわけで、今回はトミカナンバー151番ドリームトミカ MF ゴーストトヨタ 86GT の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。よろしかったらチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。さよなら。